ということでね、ゴッドフェス弾き終わったんですけれども、今度鳥ちゃんが弾くと、はい、で32個あると、32個ありますいうことで、何回弾くんですか？もちろん6回。おお、全投入、全投入、全投入、ね、なるほどね。で、スカイプの画面共有で今つないでるのでこの鳥ちゃんのパズドラの音はちょっと拾えないので、画面だけ今、はい、ごめんなさい、拾ってるのでちょっと画質が悪くて音がないですけれども、聞いてもらいましょう。狙いは何ですか？狙いは、シバとアレス、あと何だっけな、何かしら。シバって何？アレスって、火と闇が強くなるんだっけ？火と闇？何だっけ？火パーティー限定？火のパーティーが作りたくて。なるほどね。で、はい、アレスで、シバは何？シバも火ですね。第3の目って言って、防御力ゼロにするやつとか。ああ、高防御力にボーンっていうやつね。バコン。なるほど。覚醒スキルがつくんじゃない？覚醒スキル何がつくの？烈強と、うん、あれ、烈強化が、烈強化、そっか、やっぱ一色パには烈強化ないとダメらしいね、火力上げるのに。烈強化が欲しいですね。なるほど。じゃあ、いきますか。はい、6回と。かちょっとみんなの近日が良かったから5分の4だからね、2人やだな、吸ってるかもしれない、こっちが全部すごい、ね、吸い取られていくかもしれない金の卵率 80% ですよ。タルと2人で、じゃあどうぞ。ああ、うわ、人のガチャミンの初めてだな、リアルタイムで。うん、タルこんな気持ちだったんだよし、いいよ、はい、はい、マス行った、下げてね。おお、一回フェイントかけて、一回フェイントかけて、あ、いいね、いいね。なんだ、なんだ、あ、いいなー、ルシファーだー、これルシファーだよね、きっと。ルシファーですね、これ。うわー、はい、大天使、大天使、ルシファー。大天使、ルシファー、光、闇光のルシファーですね。闇属性の HP が2倍になる。あー、なるほどねー。あー、これでも欲しかった方のルシファーじゃない？うん、違う方です。違う方か、天使の方か、これは。そうだね、打天使の方が欲しかったから。悪魔の方、そうそうそう。うわー、悔しい。スタート来た、いいスタート切りすぎちゃったんじゃないいや、もうでも欲しいな、あれ。スカシは本当に今ほら、あ、ナーガがちょっと準備してるからもう始めた、今ナーガが今ちょっとアップ始めてるからいや、出てこない、来るよ、もう星が、もう月間なんだ、行くよなじゃあ、2体目、2体目2体目か、もしくは限界突破で。よし、どうぞ。えい、さあ、2個目、ほい、あ、ナーガ来たね、ナーガ、マジで来た、マジで来た、マジで来た、ナーガ、俺今、ウォーミングアップ始めてるからやだ。一回、じゃあ一回、そう、一回今回のゴッドフェス、誰しもがナーガを通るんだよ。ナーガフェスか、ナーガフェス、ナーガ通ってから、これほら、こっから全部金だからきっと。あ、なるほどね。そう、この過程を得て、このもうナーガ出たら全部残り金確定だから。いやー、手震えてきた面白い、人のガチャミンの。だってもう何が出ても関係ないもん言っちゃったら、言っちゃったら関係ないもん。よし、行くぞ。集中した？集中。よし、どうぞ。金。一歩集中。さあ。あら、もう。銀が出た。銀がゴーレム。ゴーレムフェス略して GF。進化後持ってんすよね、これ。あ、そっか、さらに進化すんのか、こいつ。スキルマロ。うわ、まあ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 。まあ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 、あー、もうこれ嫌な、来てる流れが3個引いて1個しか金じゃないんだ、まだ。いやだな。でもルシファー出たけど、ネズブリちゃんが欲しいのはアレスとシバ。なるほどね、火のパーティーを組みたいと。まあでも火属性1個出たけどねどうぞ。よし、咲いた。ああ、おおおおおおお、わあ出た出た、タルの大好きなモンスター出たー。ツイートで何回か見たことあるな。もうもうた、またタルのが出ちゃったじゃん。俺の一押し。もうタルのばっかり出るな。タルのご指名。かっこいいね、あれこれ。
ファフニールで、さらに究極進化したのがスキと。そう、これ5色に進化するんだっけ。ですね、4種類あってもう1個。すごいよね、究極進化いっぱい。あと2回、あと2回。一応金、一応金、今金だよね。しばるしばる、ペンでやろう。いいよ、何が変わるのか。ペンでやったところで、はい、スーペン、スーペンでどや、押し押し押し、タッチペン効果、アヌビス。アヌビスは持ってます。持ってるんだ。あー持ってるんだ。じゃあ闇進化と光進化2つで。なるほど、うん、闇の方すごいだろ、マスターが。まあでも土日ダンジョンだったらいけそうな感じするけどね。制限とかでも、あの1枚1色落ちのイベントダンジョンとかもね、うん、いけるからかもしれない。ラストラスト、とりあえず待って、ちょっと待って。ここまでのおさらいをすると、金が、ここまでのおさらい、おさらいすると金が1、ルシファー、3か、ルシファー、ファフニール、アヌビス。アヌビスいいな、はい、アヌビス。こいつは金でカウントしたくないけど。俺の一番最初の金ですよ。そうなんだ。じゃあラス1、よし、シバかアレス狙って。わ、どうぞ。お願い。いや、このおい、さあラスト、ラスト。あ、長が来る。あ、違う方か、人魚姫の方か。あ、まそれじゃ、これあれだね、結構悲惨な感じになったね。バンドメンバーだった。6分の3。じゃあ 50% か。うん、まあ、なるほどね。まあ、ルシファーいいな。ルシファー当たりましたよ。ルシファー、アヌビスはちょっと癖がありすぎてあれだけどね。難しいですね。そうだね、当たりはルシファーといったところですか。でも、ルシファーをパーティーに組めそう。パーティー作るしかない。あ、作るしかないかね。あ、でも闇っぱいいるんだ。闇あるんですけど。いいな、両夫。あ、両夫持ってんのいいな。持ってますね。まだ進化してないけど。両夫強いもんな。まあ、ソニアもいるんだ。このパーティーに入れたかったんですよね。芝かアレソ。ああ、ひとかみのね。うん。あ、アレソ。でも一番右の絶対ふざけてるもん。アイス食べてる。一番右のアイス食べてるもんな。俺ちょっとコスト的にまだちょっと入らない。あ、そっかそっかそっか。適度なとか。なるほどね。はい。はい。まあそんな鳥ちゃんのゴッドフェスでした。はい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ため息。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。